皆さんこんばんは。原子力資料情報室の桑原です。今日は CNICU ストリーム、ストレステスト意見聴取会に関する公開意見書について、ストレステスト意見聴取会の委員であった後藤正史さんにお話をいただきます。予定ではプラント技術者の会の河合さんにもお越しいただく予定だったんですけれども、ちょっと急遽予定変更になりまして、後藤さんお一人にお話しいただきます。ですね、昨日で原子力安全保安院が廃止になり、今日から原子力規制委員会が発足しました。それで保安院が廃止になったことでストレステスト意見聴取会も終了になってしまいました。それでこの節目にですね、意見聴取会の委員であった井野博光さんと後藤正史さんが、保安院の 課長の市村さん宛てにですね、ストレステスト意見聴取会に関する公開意見書というのを昨日ですね、お送りいたしました。でこれはですね、締めにあたり特に申し述べたい意見を提示いたしますので、ホームページ上に公開していただくとともに、今後の原子力安全規制に反映すべく原子力規制庁に申し送りいただくよう特に強く求めるものですというふうにあります。で本日はこの意見書について後藤さんにお話しいただきたいと思います。それでは後藤さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。後藤正史です。ただいま紹介いただきましたように、原子力安全保安院のストレステストといいますか、総合的安全評価と称してますけど、その、意見聴取会がですね、昨年の11月14日から、今年の8月10日までですね、合計21回開かれました。でそこで一番最初からいろいろありましたけれども、一応途中なんですね、実は全部意見聴取会ストレステスト終わってないんです。ですけど、保安院が閉じるということで、それを原子力規制庁の方に移るということがありますので、一旦この途中であるけれども、その報告内容が、保安院から、規制庁あるいは規制委員会になりますかね、いずれにしてもそちらにで申し送られると、そういう関係なんですね。それにあたりまして、今まで審議してきた内容と意味合いですねにつきまして、井野さんと私、井野博光さんと後藤が意見聴取会の委員の立場で、ぜひ申し送りをしていただいて、そういうことなんですね。でなぜそれを申しますかと言いますと、もともと考えてみますと、このストレステストというものはですね、再稼働をやるために一時評価というのはですね、炉心が溶融するまでなんですね。炉心溶融させないために一時評価でやってるんですけど、それの一時評価、それを地震津波に対して評価をするということで、やってきまして、そこで確認されたプラントについては再稼働があり得ると、そういう趣旨だったわけですね。でもともと再稼働ということについての議論はあるんですけれども、技術的な意味からですね、特に安全性をどう見るかという観点から意見を述べると、そういうことで来たわけです。であくまで再稼働ありきというそういう趣旨ではおかしいんではないかと、そういう基本的な姿勢を持ったまま意見を述べてきたわけです。で、資料として出しました内容はですね、ここにちょっとございますが、原子力規制委員会及び規制庁の在り方について中立性と透明性を求めると、こういう趣旨です。これは少し保安院といいますかね、ストレステスト意見聴取会委員の枠を超えている話です。ただこの間ずっとありましたように、ここにも書いてありますけれども、審議にあたってですね、独立した公正な原子力の安全規制をいかに実現するかという観点から見ますと、事業者と密接な関係がある JNS って言うんですけど、これは保安院の外郭団体のような形にて動いてきたんですけども、それと委員の中に利益相反、つまり、電力あるいはメーカーの立場に近いといいますか、関係のある利害関係のある人が委員としていたと、そういうことからですね、非常に中立性あるいは公正な運営が疑われてたわけですね。それについてここはきちんとしないといけないというのがここで申し述べていることです。でぜひ中立性を確保願いたいと。それでそれはですね、これは現在も議論になってます規制委員会
の在り方ですね、規制委員会そのものの人事も含めたこともそれに関係すると思いますけれども、そのやはり中立性と透明性がないとですね、原子力の安全を保てないのは自明なんですね。これはあの国会事故調の中でこれは厳しく追及しているということでもあります。さらにですね、意見聴取会につきましてはもう一つも申し上げておきますと、今年の初めだと思いますね、あの意見聴取会でですね、傍聴者が一部不規則発言ということをしました。でそれに対してですね、傍聴者を排除しまして別室で、ビデオでカメラであの見ていくというそういう間接的な、傍聴になってないんですね。そういうことをあのになりましてですね、それはあの、一時その確かにあの議論があってとてもこのままじゃ進められないってことから一旦この一度締め出したわけですね。ですけどそれをそのままずっと行っているんです。特にですね、これはですね、あのもともと原子力安全保安に対する不信感、このやり方に対する不信感から皆さんが声を上げたんですね。確かに不規則発言は、まあ、いいとは言えないんですけども、そこでちょっと声を上げたからって締め出してですね、それ以降ずっとやるというのはそれのことによって逆に原子力安全保安院はますます不信感を募らせされてしまう、そういう格好になったんですね。これはあの非常に反省すべきことでありまして、中立性公平性という観点からですね、ぜひそういうことのないようにお願いしたいという趣旨のことを申し述べております。でさらにですね、これはあの、井野さんも私も申してたんですけど、第1回のストレステストの意見聴取会でですね、強調してましたのはあくまでこの審議にあたってぜひですね実現してほしいということはですね、やはり審議にあたってですね、その客観的なデータの分析を中心とした専門家による議論がある程度必要なんですが、それと同時にですね、やはり市民を交えて意見を聴取するという方式がないとですね、これはいけないんだと考えています。なぜかと申しますと、原子力の安全性を議論する上でですね、私たち、まあ、原子力の技術に関わる人間はこの原子力のプラントの特性はどうであって、地震とか津波があったらどうなるか、でその時に事故はどういうふうになりうるか、なった時に何が起こるか、どうなるかという被害の大きさですね、そこまでは、まあ、考えうるわけですね。でそうしましたらそこから先はだからいいとか悪いとかいうのは国民が皆さんが考えるべき内容なんですね。専門家がそれを勝手にどうこうできる問題じゃないわけです。ですからそこにきちんとその、まあ、あのこの審議過程が分かってそれであの意見を聞いてると言ってるんですけど、それよりもダイレクトに一旦審議をしながらさらに市民としていや国民として皆さんが発言できる、そういう聞ける市民が参加してできる方式ですね、これが非常に重要なんですね。このプロセスがないとですね、逆に言うとなかったから今信頼されてないんですね。このプロセスを組み込んでなかったら非常に大きな問題だと私は思います。またですね、同時にですね、原発再稼働の是非を判断するとき、その科学的技術的なこう検討をしてきますね。その時にあのもう一つの趣旨はですね、あの意見聴取会という中にも、まあ、私もその中の一員としてあの参画してたわけですけども、狭すぎるんです、専門の領域が。議論していくと、まあ、津波地震はもちろんありますけど、例えば建物に水がこう来た時にその原子力の専門家っていった人たちは今まで建物が水に浸かるなんてこと考えたことがないわけですね。そうするとそれはそんなに建築あるいはあの船舶とかそういう分野の専門領域とかいろんな多分野にわたります。そうするとそういうことの意見も聞いていく必要があるんじゃないかということをあの申しております。2番目に参ります。2番目はですね、原子力の安全に関係する法律上の抜本的な見直しと安全審査のやり直しを求めるということです。でこれもですね、少しそのこのタイトルとよりももうちょっと上位がですね、一番日本の 法律上の一番大事なところは原子力基本法の第1条です。ここにこの法律は括弧して入っている下線がありますが、原子力の研究開発及び利用を推進することに利用を推進することによって将来におけるエネルギー資源云々というふうになって国民の福祉云々とこういうふうになっているんですね。あくまで原子力の研究開発及び利用を推進するということが基本法で明記されているんです。ということですね、今原発ゼロに向かって考えようというときにですね、これは間違っていますね、矛盾してますね。
で、ここのところをきちんと変えないといけないということで、今いろんな法的な措置を取るという動きがあるわけです。で、これは非常に重要です。この部分が変わりませんと、これ以降の技術的な話というのは全部すっ飛んでしまうという関係になります。で、その上ですね、それをもとにしますと、福島事故でですね、この原子力の推進自身を見直すべきだということが今明らかになって、世論がそういう方向になっているわけですから、ここのところを見直す。で、それと同時にですね、これから今回できてきました、今日立ち上がりました原子力規制委員会、あるいはその下にできる規制庁ですかね、そういうところがやるべきことは何かというと、省令第62号って書いてあるんですけども、これはすでにこの部分は実質生きてないかもしれないんですけど、省令62号と言われている部分、かつて言われた部分の中に技術基準がいっぱいあります。で、その中に安全設計審査指針とか、耐震設計審査指針とか、安全評価の指針とか、こういうものがいくつもあります。で、そこが具体的にその技術的な基準、あるいは審査の内容を表しているわけですね。で、その部分をですね、今回の事故をもとに何がいけなかったかということはですね、単にこのプラントの子がいけなかったということではなくて、こういう指針に書いてあるところ、何が弱かったのか、何を変えなきゃいけないかっていうことをですね、抜本的に考えなければ問題の解決になりません。そういうふうにしないとですね、一つのこれは何がいけなかったって小手先の話になってしまうんですね。そういうレベルの事故じゃないんですね、福島の事故は。これは事故の規模もあれですけど、事故のあり方として未曾有の事故になってるんですね。3つのプラントが1号機から3号機まで炉心溶融を起こしている。で、4号機のについては使用済み燃料プラントが露出するところまで、まあ、水素爆発があったせいですけど、そういうことになっている。そういうふうにしますと、基本的なところに戻るのが必要があるというのがこの自明だというふうに考えます。で、その上でですね、これらの抜本的な施策をして、この事故で分かったさまざまな欠陥を指針類に背景に反映させる。その上で初めて、ではストレステストがどうかとか、そういう審査が入るということになります。で、もちろんストレステストだけではなくて、この変わった部分の指針類、そういうものを受けて、いろんな耐震上の問題とか他のプラント上の問題があります。で、ストレステストに話に入ってまいりますと、ストレステストはですね、先ほど申しましたように一次評価と二次評価というのがありました。で、これは政治的な意味で、意図的に一次評価を、一次評価というのは炉心が溶融するまでですが、その一次評価に関してはを再稼働の条件にすると、二次評価はそれ以降の話だという話になっているんですが、そこは非常に問題があるということです。で、ここで言っているのは、一次評価二次評価を一体のものとして実施すべきであるということを、ストレステストの意見聴取会の中でも強く主張しておりましたし、これは、意見のですね、その中では、むしろその、意見の取りまとめ役やっていた岡本委員って東大の先生ですが、岡本委員もそういうことを主張されてたんです、中で。ですけど、この部分は政治的にもう決まって決定してて、一次評価で再評価をするというのは与えられた条件であるから、それ以上議論しないと、そういう形で進んできたんですね。それが何問題あるかということをちょっと申し上げます。福島の第一原発の事故の経緯はですね、明らかに炉心溶融を起こして、さらにその後に溶融物が下に落ちて、格納容器の圧力温度が上がり、水素が出て爆発を起こして、こういうプロセスを経てるわけです。これしかも1号から3号までみんな行ってるわけですね。で、使用済み燃料、先ほど申しました使用済み燃料プールのところですね、4号機は原子炉建てが水素爆発を起こしてますから、で、今でも使用済み燃料プールむき出しですよね。こんな危険な状態になっているわけですよね。そうすると、この炉心溶融する手前の水素爆発っていうのは、炉心溶融しなければこんなもの起こりませんからね、絶対に。そうすると、たまたま一機起こったんじゃないんですね。3機全滅する形でいってるんです、稼働してたのというような大規模な、こういう複合的な事故の時に一時評価を持っておしまいにするというのは全く意味がわからないんですね。止められるわけがないわけですが、その炉心溶融を起こした後の話も全部一緒にして評価をしていくのが当然なんですね。そうしますと、炉心溶融まで一次評価を対象にして評価して、二次評価を無視したまま
再稼働の条件が整ったとすることは、福島事故から全く学んでいないと言わざるを得ないと。これはもう前からずっと申し上げていることです。でこういう状態になっているということは、再稼働をですね、強行したという中には、その一次評価二次評価の考え方、これが根底に非常にあります。で技術的には安全委員会もこれを否定しているわけです。否定というのは、一次評価だけで安全証明できないということは、元原子力安全委員会委員長の斑目委員長も言ってたわけですね。斑目さんも、それはもうつまり技術者の方で共通してるんです。この問題はこういうふうに共通している問題を政治の立場で押し切ったのが野田政権なんです。それは明確にしとかなきゃいけない。でしかも現在自民党の党首になろうと今立候補されている方たちは全部原子力に対してそのゼロということは考えないということをおっしゃっているわけですね。それはどのようにものを考えているのかということになります。で少なくとも、私は技術的な問題と申し上げますけど、判断の元になる技術的な評価についてきちんとした後でなければ、それを安全であるとか稼働していいとか、そういう議論にならないはずなんですね。そこは政治として決めることはおかしい。つまりここで言ってますのは、一次評価だけで再稼働に結びつけたのは政府が決めた絶対方針なんですね。で保安院はそれで審議進めたわけですけども、安全性に関して何をどこまで確認すべきか、政治ではなくて原子力安全規制が決める問題なんですね、この問題。ですからその枠組みを政府が決めたこととして議論してはいけないということなんですね。安全性の議論をこれをやったということは、安全性の議論を放棄したことになっている、政治が決める。これが一番問題です。でこれは安全性の問題であると同時に、国際的に見たときに信用問題です。日本というのはそういうレベルの国であると見られます。明らかにこれは政治としておかしいことになっているんですね。科学技術の問題をどうやってコントロールするかっていうのは、近代現代国家においても最も重要な問題の一つなんですね。にもかかわらず、それに対して政治的に、科学技術的に詰めないままに政治的に決着をするという、非常に信じられない状態になっている。これはよく言われますように、そのいわゆる太平洋戦争ですね、第二次世界大戦の時の状態と今の状態を比較する方がよくいます。私もそういうことをアナロジカルにちょっと感じます。アナロジカルというのは似たような形態としてちょっと感じます。その雰囲気をですね、それは国策としてやるんだったら、それは客観的ないろんな問題を封鎖していくわけですね。経済的に、戦争で言えば戦争の具体的なその力関係がどうだとか、経済分析とか、そういうことを無視して進んでいってしまうということになります。これが全く原子力について今似たような構造にあるというのが一つの考え方であります。次に4番目に参ります。4番目は、評価基準がないまま実施するストレステストは安全性の証明にはならない。判断基準や指標を明確にすべきである。これも最初から申し上げています。何かと申しますと、これはですね、ここに今書いてありますけど、津波とか地震にどれだけ持つかというのがわからないので、地震力を設計基準地震度っていうんですけど、加速度を表しますね。その例えば600ガル、600ガルというのは、だいたい980ガルが 1G 重力加速度なんで、それの3分の2とかそういうことなんですね。とそのくらいの加速度、力が受けるような地震ですよっていう意味です。それで設計しているわけです。ところがそれをどんどん上げていったらどこまで持つかを検討しましたとでいう話なんですが、それを福島並みの事故に対して持つかどうかっていうのをこう表現をですねしてまして、津波については特に福島並みという表現を取っててですね、地震度についてもその何倍、基準度の何倍いくかというのをですね、厳密にその特定できないもんですから、 1.8 倍まで持つとか2倍まで持つとか、そういうことを評価をしてどこまで持つかということだけを示してるんですね。ですけどそれは、ではそこのそういう地震度に来ることがないのか、津波はそこまで来ることがないのかっていう議論に対しては何もしていないわけなんですね。そこが問題なんです。そうすると基準として単にこれは持ちますって言ってるんですけど、これ設計上の問題じゃありませんからね。あるストレステストというこう抽出してこう評価をしただけですから、最初にものを設計するときにここまで持つって保証があるわけじゃないんです。あくまで重要だと思われるところをピックアップしてやっていったら、この辺までうまくいったら
理想的な状態ながら持つはずだと、そういう議論なんですね。それをそのままストレステストというのを評価をして、ここまで地震だったら基準地震度の何倍、津波だったらそれを何メーター超えるとか、そういうレベルだけでものを言っているわけですね。そうすると明確な基準がないままに、判断基準がないままにストレステストとして評価をしているわけですから、それで判断のしようがないわけですね。ちなみに私はどういうことを主張していたかと申しますと、判断基準としてはですね、津波とか地震の大きさではなくて被害ですね、最悪の事故が起こったときにどのような被害を受けるかということを示すべきであろうと。でそれをもって、ではここのプラント、例えば大井だったら大井最4号機でこういう事故が起こったらどういう規模の事故になって、半径何キロくらいにどういう影響を受けて、じゃあそれは許容できますかできませんかって議論なんですね。そういうふうに与えるべきだというのが判断基準なんです。それところで、ある面では技術的に一見見るんですけど、技術的にも閉じてないし逃げてもいると、そういうことになります。でストレステストにおいてはですね、こういう形式的な数字ではなくて実質的な判断基準指標を使うべきだと。でこれは今私は被爆って言いますかね、被害の大きさのところにちょっと飛躍しますから直接お話ししましたけど、その前にそもそもがですね、技術的な問題がいっぱいあるわけですね。例えば技術的知見に関する意見聴取会というのがありまして、それが認めたのが30項目あります。でその中にはですね、後でこれ詳しく述べますけども、すでに確実に実施対策を実施する必要があるのにもかかわらず、そのまま実施してないまま再稼働に踏み切ったと、大井3、4号機あります。それは例えば格納容器ベントですね、格納容器ベントってありますけど、格納容器の圧力があったときにフィルターをないと放射能今回のように出てしまいますから、フィルターをつけるべきである、これは当然なんですね。で今は電力会社も各電力会社もフィルターをつけることを検討すると明記してます。ですけど未だについてません。それから免震重要というのは、事故が起こったのに地震あるいはその事故の影響を受けて対策本部がなくなるわけですかね。本当はプラントの中にあるんですよ、制御室が。でそれが使えなくなる、そうした時には免震重要とって、ここが非常に重要になるんですね。そこが対策本部になるわけですから、その対策本部がないといけないという、これは福島の事故の反省なんですけど、にもかかわらず免震重要等に相当するものがない状態で再稼働してるんですね。つまりこれは2つだけ申し上げてますけど、フィルターがないこと、免震重要等まで、これを分かっていてやる必要があると言っておきながらやってないんだというのが1点です。でただですね、30項目の中を見てきますと、実はですねこれだけではないんです。外部電源の問題、それからですね冷却系統の問題、これは冷却系統はアイソレーションコンデンサーという核維持複水器と言いますけど、それから逃がし安全弁というのは後で少し説明します。こういう問題から水位計が効かなかった問題と、こういう問題が、いっぱいあります。でこの件はですね、少し絵をもとにお話をいたします。まずプラントの中の前にちょっと地震度についてちょっと補足します。柏崎刈羽原発でですね、実は設計基準地震度というのは450ガルだったんです。ところが実際の2007年中越沖地震では1700ガル入ってて、何倍もいってますね、4倍、3、4倍、こんなことがあるのかっていうくらい大きくなって、で今見直して2300ガルにするとか言ってるんですけども、これ何かっていうことなんですね。それはですね、普通は活断層といって、その断層が見つかったらその長さから計算して、地震波がこう伝わってきて揺れがどれくらいある、その加速度はどのくらいになるって計算して設計してるんです。その時にここの震源ですね、ここからこう上がってくる時に普通は減衰する、つまり小さくなると言ってたのが実は増幅してた。これは地層がこう変わって、こういう特殊な地層だったっていうんですね。でそれをもとに増幅して何倍にもなった、3倍にも4倍にもなっているということを言われています。でこれは非常に大きな問題です。これなぜ分かったかというと、実際に地震が来て想定したよりはるかに何倍も大きいものが来たものですから、調べてみたら地層がこうなってたと言ってるんです。そうするとですね、柏崎でそうだとしますと他はどうなんですかね。
他のプラントでこういうことがないと言えるんでしょうか。そうすると今設定したものよりもはるかに大きくなることがあり得るということを意味しているんですね。地面の下ですから分かるわけないんです。そんな簡単に結果を見てね、揺れの大きいのを見て初めて慌てて調べたのに実態なんですからね。そうするとこれまあ明らかに後出しじゃんけんなわけですね。それが問題です。さて最近話題の志賀原発とか大井はじめ、いくつかの敦賀もそうですけど、いわゆる活断層、断層がですねプラントの敷地内にあると、こういう例がいっぱい出てきてます。そうするとこの断層はですね、もともとその、断層のあるところには、活断層のあるところにはプラント作らないはずだったんですけど、当時ちゃんと調べてなかった、あるいはこれが活断層だと認められないという判断で作ってきてしまったんですね。ですけど現状を調べていくとどうも怪しいのがいっぱい出てきたっていうのが実情です。そうするとそういう毎日ですね、プラントがこう下にあるときにはこれは地震で揺れるだけじゃなくて建物自身がそのまま損傷したり、あるいは、燃料がですね、制御棒が入らなくなったり、そういう可能性がある、それから冷却もできなくなるという心配があります。ですからこの活断層が、活断層というのは全部分かっていると限らないということなんですね。それが非常に大事なことです。またあの津波の話になりますとですね、これはあの、今年の2月頃東北大の教授が試算したんですけども、いろいろ調べていくと津波シミュレーションで津波何メートル出しますよね。その時に湾の中とかですね、いろんな地形によって増幅する部分が、波高が周辺に比べて 2,3 倍には十分になりうると、そういう評価をしている。これ当然なんですけどもね。そうすると平均的に何メートル出たのが、それが場所によってどんどん遡上するって上がってきていくというのはあり得るわけです。でそれをどこまで評価すればいいか。例えば浜岡で10何メーター19メーターですかね、18メートル19メートルある設定したけども、それを超えることがあり得るってシミュレーションで出てきます。そうそう、それはシミュレーションやり直したって言いますけど、それ以上本当に超えれないと言えるのかっていう問題があります。それはあの厳密にはこれ以上絶対超えないというのは非常に難しいわけですね。そういう種類の問題です。それは自然現象であるということと、そういう、振動現象、つまり共振というんですけど、例えば2方向からこの波が共振して一緒になったらものすごく増幅したりするわけですね。そういうことを意味しています。さて、先ほど電源の話が問題だと言いました。これ30項目の中に実は入ってるんですけど、外部電源が今回地震で壊れたので、その後非常用ジーゼルが立ち上がって、非常用ジーゼルが津波でやられた、こういうふうに事故調査委員会の大部分の委員会はそういうふうに言ってるんですね。でも元は地震で壊れたんですね、まず。でそれは特に送電線です。一番最初に送電線はこのように地滑りとかなんとかで鉄塔が崩壊してる、あるいは外資がですね壊れたりして送電線が多分、これはですね非常に長いですから、送電線はずっと何十キロ、100キロも200キロもありますねと。そうするとこの長い送電線を全部この強化するということは現実的には不可能に近いんですね。ですから強化してるというけども、まあスポットでここは弱そうだと思うところを補強するというかね、増強するだけであって、必ずしもこれで確実とは言えないわけですね。それからこの外部、ここから外部から電気をもらってプラント制御してますから、その時に、プラントの中に入る、あるいは出るところで変電所とか開閉所というのがあります。でこれは実は変電所の被害の例ですけども、こういう遮断機という電気を止めたりなんかするのがあるんですけど、その部分、これ健全でこういうふうに立ち上がってるんですね。これが地震でこのように倒壊してるんです、全部。つまり非常に耐震性弱いんです、変電所もそれから遮断機もですね。でそれが随所にある。そうするとお話はですね、ここの送電部分で壊れたり、ね、この変電所開閉所で壊れてるってことがあって、外資も弱いとなったと。でそれぞれ補強するって言ってるんですけど、本当にこれ確実にできるかどうかっていう問題なんですね。もちろん技術的な問題なので、できる限りのことはやるんでしょうけれども、本当にそれがこういうシステム全体で外部電源が信頼性が確実に上がると言い切れるかっていうと、私は非常に難しいと思います。プラントの中をやるのと違って非常に難しい、そういうふうに考えます。そうすると外部電源の喪失はこれからもあり得ると考えておくのが妥当だということです。
さて少し話してみまして、これは格納容器の部分を意味しています。で、格納容器からこの漏れたという話がありまして、ちょっと細かい話は今日は時間の関係でやめますけども、また改めますけども、やはり上のフランジ部分から漏れたとかありまして、実はまあ最近のあれで言いますと、圧力温度のうち温度によって非常に漏れたと。で、格納容器からやはり漏れたこと、この貫通部って言うんですけどね、こういう部分から漏れたことが非常に放射能の汚染をひどくしているのが明らかであって、そうすると格納容器のここの部分がそれを改良すべきというか、ね、検討すべきだっていうふうに指摘があります。ただ私は格納容器やってきた立場から申しますと、簡単ではありません。格納容器を増強しようとするんだったら、かなりの作り直しになります。そんなことは現実的にはほとんどのプラントができないと思います。もしそれやるならばずっと先の話になります。で、これはその時の話ですけどね。それから、過酷事故対策という意味合いで考えますと、非常にもともと自主的な対策だったんで、対策が規制要件ではなかったんですね。で、いわゆる工学的な安全設備って言うんですけど、ECCS、非常用の冷却設備とか、格納容器とか、こういう安全系の設備 がですね、に比べてですね、この過酷事故対策と言ってるのはなかなか信頼性がない。で、結果として作動しなかったことが多数あるということですね。こういうふうに見れます。それで、これはいいとしてですね、例えば、これちょっと見にくいんですが、これ例の格納容器ベントと言ってるものです。で、格納容器の圧力温度が上がったらこちらからこうベントラインをつけて外に逃がすということをやったわけなんですが、実際にそれが作動しなかった、なかなかですね。バルブを開こうと思って開けなかった。だから開いたらまたなんか閉じてしまうとか、そういうことまである。そうすると、きちんとした設計になってるんですかっていうことが問題なんですね。弁当ができる設計になってない。これもですから、これからは弁当をちゃんとできるようにするとか、また水素爆発を起こしたのは他の系統、これ SGTS って書いてますけど、その非常用ガス処理系なんですけど、ガスを処理する設備なんですけど、他の通常よく使ってる装置があるんですね。そこに過酷事故時のやつをくっつけたのがいけないとか、そういうことまで言われてます。これは当然なんですが、そういうものがあって、あるいはラプチャーデスクといって、圧力が上がった時にバルブ開いたんだけど、ラプチャーデスクっていうのは間違って開くと放射能出しちゃいますから、弁当用のバルブを開いたらその圧力で、あとはそこのある一定の圧力を超えないと漏れないようにする、破壊弁っていうんですかね、壊れる ある一定の圧力を超えたら壊れる弁、ラプチャーデスクっていう破壊弁なんですね。そいつがついてて、ところがそれが起動しなかった、働かなかったから出なかったって言ってるんです。何を言ってるか分かります？つまり格納容器を守るべきラプチャーデスクもちゃんと機能してない、バルブは開けない、めちゃくちゃでしょ。自分、私も関わってると嫌になっちゃうんですけど、これね、聞いてて本当嫌になってしまうんですけど、そのくらいメタメタなんです。そんなシステムが成立してないのは明らかですよね。これで系統も変なになってる。そうするとここのことだけ見ても4つも5つも出てきますよね、技術的な問題。それも解決しないままに再稼働という話が出るというのは本当におかしな話ですよね。それはお分かりになると思います。さて、同じく弁当の話ですね。格納容器、先のラプチャーデスクってあります。破壊設定圧力を何倍、最高収量圧力というのはこれ設計圧ですけどね、これの一倍にしてるはずだとかなんとかってこう議論があるんですけど、これ技術的にはですね、非常に難しいんです。なぜかっていうと、圧力が上がってきて漏れますよね。で、ある一定の圧力になったら漏れるようにして、だけど止めとかなきゃいけないでしょ、間違ってあるんです。そうするとある圧力までは持ってくれて、それからある一定の圧力を超えたら必ず漏れる、出るという、そういう両側から設計上の要件がある。非常に難しいんです。幅が出ます、ばらつくんです。そうするとどちら側かは確実にできるから、片方はどこか確実にできないんです。だからこの圧力を超えてからっていう話であると、今回もうこれで出てほしいなと思ったのに壊れなかった、作動しなかった、これは当たり前なんだ。ある面ではもちろんそのきちんとラプチャーデスクの設計やればっていうことはありますけどね。ですから技術的にはそういう問題なんです。非常に難しいんです。これをもって設定がまずかったとか単純な問題ではないんですね。これは同じような問題を繰り返します。だから弁当するならフィルター必ず必要ですね。で、ですけどもともと沸騰水型格納容器が小さくて、圧力抑制プールといって水の中にこう蒸気を入れるんです。それで、圧力抑制
機能を持っているんですけど、それが阻害された可能性がある。から炉心が溶け始めた後、格納容器弁としては大量の放射性物質あるいは水素が出るわけですから、そうすると水素対策も非常に重要になる、こういう関係になります。そうするとですけど、問題になるのはやはり本来は格納容器というのは、まあ、いつも私申し上げてるんですけど、格納容器が放射能を閉じ込める容器ですから、それを弁当するってことが自己矛盾なんですね。本来放射能を出しちゃいけない、ですから弁当しなくていい格納容器を設計して初めて胸を張って、これは格納容器が、閉じ込む機能を持ったというふうに言えるんです。それを弁当するときにあったといった途端にフィルターをつけたといっても、フィルターが機能しない可能性があるとか、あるいは格納容器が他の壊れ方をするとか、そういうことを考えると、とてもこれをもってですね、直ちにフィルターをつけて安全になった、全て安全になったというのは間違いなんですね。特にひどい話はですね、格納容器はですね、事故時に放射性物質の放出を防止する安全の最後の壁なわけですけど、今まで燃料ペレットといいますね、燃料のもの、ここから始まって、あの鞘管があって、圧力容器があって、格納容器があって、建物がある、これ五重の壁って言ってたんですね。これ五重の壁ってどういう意味かっていうと、非常に放射能の少ない時です。あんまり大規模に出てない時には五重の壁に意味があります。ですけど事故になって、特に火口事故なんてなった時にはもう話の外で、格納容器だって漏れちゃうわけ。他のところなんか通通なと同じです。ほとんど突破される。格納容器がこういうふうな状態になった時に、建物の外側の、あの障壁というのはですね、あの閉じ込み機能を全く持ってないと思っていいです。本当に圧力差で言ったら、ほんの 0.0 何気圧くらいの差だけしか持たないんです。格納容器は4気圧くらい持ちますけどね。そうすると建物の方はもう出た途端にザーッと出ちゃう、当たり前なんですね。そういうふうにあの考えます。ですから五重の壁っていう、こういうのは全くのデタラメです。さて、もう一つ、時間の関係であと残ったところをお話しますと、ここのですね、溶融物が圧力容器から溶けて下に、格納容器の下に落ちました。これ圧力容器の下をペデスタルって言いますけど、そこに溶融物があった時ですね、冷却はどうするかって、外、格納容器の上の方からスプレーといって吹かすんですね、シューッと。ですけどこうスプレー吹かしても、ここ温度がどんどん上がってますから、ここに特に溶融物がめちゃくちゃ温度が高いものになりますから、これに水が届かない、冷却なんかできない可能性が高い。今回はそれが起こった可能性がある。ですから本来ここの中にちゃんと注水機能を持ってなきゃおかしい。それが一つの重要なポイントです。これは単にポンプを用意したとか何か用意したってことじゃないです。システムとしてそういうになってなかったら意味がないっていうのが、あの重要なポイントです。ところがそれについては何ら増えてないんですね、そういう問題について。というのがおかしいということです。それから、まあ、弁当についてはまあ先ほど申し上げましたがいいですね。で、あとここにありますように、30項目というのは外部電源、から所内の電源、から冷却機能、で閉じ込め機能、から係争関係で、こういうふうになっています。で、私の申し上げたように、どの部分についてもですね、抜本的な対策はやってないんです。ひどいのは項目すら言ってないんですね。例えば水蒸気爆発というのは、もし溶融物が出てきた時にそれに水が接触したら水蒸気爆発を起こしやすいというのは物理的にはあり得るわけですね。それが起こった時のどうなるかって非常に心配なんですが、そういうものに対しては一切触れてないんです。単に冷却する水を入れることだけを考えている。これが現状におけるその技術的な意味なんですね。全く火口事故に対して対策をやってませんというのはもう明白です。それともう一つは、先ほど水系ってありましたけど、圧力容器がそもそもですね、冷却に失敗したの、あの溶融、炉心溶融を起こしてしまった一番の原因の一つは、圧力容器に水系ってあるんですね。当然圧力容器の中の水がどこまで入ってるか調べます。そうするとこの圧力容器の中から出した水を外に出して、そこの水位を測ってるんですけど、温度が変わってくるとダメなんですね。高温になってくると、それ蒸発しちゃって全然機能しなかった。今回それが3期とも起こってます。つまり圧力容器の中に水が、炉心はまだ大丈夫、あの水の中に浸かってるなと思ったら、とっくにもう炉心むき出しになってるんです。この状態がわからないまま、しかもひどいことにですね、私なんか住む12日から13日、14、15日の時はもうかなりいろんなところでやばくなってるという状態なのに、つまり炉心溶融を起こして、メルトスルーすら疑われる段階の時に、全く一部炉心損傷と、つまり水位が保ってるからってそう言ってたんですね。で炉心溶融を初めて認めたのは5月ですよ。5月になって初めて東京電力は炉心溶融という言葉を使える。一体何ですかこれは。
技術的にですね、全く分かってない。もしそれが本当に分かってないとしたら相当ひどい話ですね。ありえないことです。技術原子力の専門家の領域だったら確実とは私も言わないけども、かなりの角度を持ってそういう可能性が高いと、放射能の量とかいろいろ見たときね、それはみんな自明なんですね。そういうこと、つまり水位計が高々と言いますかね、水位計が1個壊れただけでダメだったんですね、分かってなかったということは、水位計が全部ちゃんと改良して新しいものになる限りは運転なんかしちゃいけないですよね。そう思いませんか。少なくとも沸騰水型は全部そうです。同じ水位計ですからね。水位計のそのままでやって事故を起こしたらそのままメルトダウンに行くのも見えてるわけですよ。そういうこともね、議論の対象になってないストレステストなんていうのは全く意味がないというのはよくお分かりになると思います。それからそのアイソレーションコンデンサーって1号機ですね、これは核磁力複水器と言いますけど、本来はプラントの中にはいっぱい冷却するポンプとですね、動力も持ってこのポンプが動いて、モーターポンプがあって循環するようになってるんですけど、電源が失われてしまった。今回電源が、内部電源が、そうすると非常用充電がダメだったんですね。で、そうするとこのアイソレーションコンデンサー、これは電気がなくても蒸気で駆動する内容だったんですが、これすらも機能しなかった。で、機能してると思ったら実は機能してなかったっていう話なんですね。だからそのバルブの開閉の話もあるし、あるいは水素がここに出て機能しなかったっていうこともあり得る。で、そうすると細かいことは抜かしますけども、これも本来ならそこでもし働いてくれてれば助かるはずの非常用複水器という、電源に依存しないシステムすらも動かなかったと、こういうことになります。こういうことがいっぱいあるんで、他にも逃がし安全弁が作動しないためにうまく動かなくて、圧力容器の圧力を落とせない、落とせないから外から水を入れようとしても入らない、そういうことがもうダーッと並んでる。これが福島の事故なんです。で、系統的に全てを今分かったとは申しませんけども、少なくとも断片的にもそういうことを分かってるわけですね。そうするとそういうとてもではないですけど、同じようなことが起こった時にどこで事故が止まるんですかって言われたら全く見通しがない。事故をどこで収束させるかって私には全く見えません。そういう原子力プラントであるということを考えなきゃいけない。ですから私は再稼働というのはとんでもない話だと言ってる。で、その時に一番あれなのはやはりマーク1型と、これ心配だ。で、同時に次に沸騰水型、またでも加圧水型がいいかって言ったら、加圧水型もやはり水素とかそういう問題出た時大丈夫か、弁当せざるを得なくなることも時間の問題なんですね。加圧水型の方が格納容器の容器大きいんですけど、それでも時間が長くなれば当然難しくなります。で、これが過酷事故対策と言ってるものなんですけども、これは PWR の例で言ってますけど、ここに格納容器があって、ここ冷却のためのシステムがあります。これが全部例えば電源とかあるいは他のものの原因でダメになったとしますと、外から、持ってくるわけですね。この本来持ってるか中にあるこのシステムでダメな時には、外に非常用の発電装置を置いたり、ポンプあるいは用意したり、水を用意したりですね、そういうことをやってる。で、発電装置の動かすためには重油がありますから、重油タンクがあって、こういうふうな形になる。で、それが長い時間やって足りなくなると、じゃあ外からタンクローリーとか場合によってはヘリコプターで運ぶと、こういうことを言ってる。この外回りのところを緊急対策あるいは核事故対策と称してるんですね。で、これは確実にできるかどうかは分からないというのが問題です。まあ、いろんな失点がありますから、そこは言ってますけど、一応そこが技術的な意味の、問題点になります。で、お話を戻します。以上のような少し技術的な細かいことをお話もしましたけど、ここに列挙していること柄ですね、今申し上げたことがいろいろ関係します。で、こういうことがこれは、列挙しているだけでもっと詳しく本当は検討する必要があるんです。少なくともこういう項目は課題であるのは明らかなのであって、そういうことを無視したまま進めるのはいけないと言っているんですね。また使用済み燃料プールについても考えなければいけない、今もまだ危険な状態になる。さらにですね、従来考えてこなかった問題、例えば航空機の落下、それから人的な破壊工作、それから地震津波ですね、それによる複合的な災害ですね、船舶の事故や、特に私気になるのは大規模な火災があった場合に原子力プラントになるか非常に心配です。
そうするとそれに機器の多重故障や人為ミスなどをこういう事故と重ね合わせて考えるとですね、そういうことを考えて改善を行う必要があるんですけど、それをそれすら先ほど申し上げましたように基本的なところをやってないし、気がついているところに関しても未だにやってない、その状態でというのはおかしな話で、つまりこれらの抜本的な対策ができないプラントは廃炉にすべきだということになります。で、6番目と最後のところになりますが、最も確実な安全対策は原発を稼働しないことです。これは自明です。ただし使用済み燃料プールがありますと、それだけで冷却できなくなるとしないと、またそれで放射性物質が出る可能性がありますので、危険はあるんですが、プラントを運転している危険ほどの危険ではないんですね。でプラントを運転していると圧力温度があってエネルギーがありますから、制御に失敗したら いっぺんに大事故になるんですね。その規模の大きさは計り知れないんです。そこは忘れてはいけません。ですから少なくても原発の一番安全な状態は稼働しないこと、当たり前ですね。そうすると福島事故以来ですね、地震津波に対する専門家の警告を見ますと、先ほどもお話ししましたように最大規模の地震や津波が特定できない。例えば太平洋岸ですとマグネチュード9が最高かと言われますと、そうとは限らないと。マグネチュード 9. いくつとか10に近いものがないとは言えないというふうに地震学者は言ってるわけですね。で、活断層についても同じようなことがあります。大規模、どこまで規模があると。そうするとそういう特定できない、さらにこれ以上ですね、先ほどの新潟中越沖地震での、地震のその波の地下の構造による増幅って言いますかね、振幅が多くなるような現象とか、そういうことまで考えますと、それから地形によるその津波の複数波の重なり合いとか、そういうことまで考えますと、一体どこまで多くなるかって予測ができないわけですね。とそういう中で先ほどのプラントの化学事故対策も含めたプラント側もああいう状態にあるわけです。ということになりますと、そもそもがもう震源特定できない、震源を特定しないで最大規模のものを地震あるいは津波として与えるしかないということになります。それをやってない、少なくともそれは最低限やらないと無理なんじゃないかというふうに思われるんですね。それから老朽化、古くなった原発については40年廃炉ルールというのは作ったわけですから、これは例外なくに適用されるべきだと。特に原子炉圧力容器の照射性化、中性子が当たりますと、圧力容器の横の壁が特にですね劣化します。で、劣化すると金属というのは普通は力を加えますとぐにゅーっと伸びていくんですけども、脆化というのは脆くなりましてバリンと割れるんです。ガラスのように割れます。でそうしますと圧力容器が一気に破壊して、この福島のような事故の形態じゃないんです。そのまま炉心がバーンと飛びます。そうしますと格納容器もまず持ちません。一発でそのまま行きます。そうすると全部中のものが出てしまうんですね。これは時間的にも厳しいです。避難する時間がありません。今回の福島の事故はそれでもいろいろ問題ありましたけどね、ありましたけど、それでも時間的にはまだゆっくりしてるんです。この事故の時にはもう即半径何キロ以内一気に下手をするとそのまま全滅しちゃいます。その部分の人がですね、そういう形になります。ですから原発の安全性を最も確認する方法は稼働しないことということになってしまうんですね。ですから再稼働判断が必要になった場合、仮になった場合であっても完璧な安全対策などできないということを共通の認識とすべきであるというのが意見です。でその上でですね、ただしではその他のことをやらなくていいかというと、まあもちろん再稼働というものについてはしない方がいいと思いますが、でももしそういうことが条件として出てきた、必要になったという条件があった場合には、放射線防護とか事故時におけるプラント内外の放射線の測定システムを強化することとか、スピーディーによる放射性物質の拡散予測、それが公開の具体的な方法を示す、これ防災対策を徹底する、こういうことにつながっていくというふうに思います。で以上、少し、時間長くなりましたが、二野博光さんと私からですね、ストレステストの意見聴取会に関しまして、保安委員宛ですけど、実際申し上げたいのは保安委員に申し上げたいというよりも、原子力規制庁、原子力規制委員会の方に、ぜひこれを踏まえていただきたいということで、今日は発表させていただきました。どうもありがとうございました。